新キャラ数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。本日はですね、サンタアナ、そしてペペとレオくんが来てますので、見ていきたいと思います。ブラジル代表キャラですね。ライジングさんの選手になってます。まずサンタアナから見ていきましょう。力属性のフォワードの選手になってます。メイン技がジャンピングヒットパスカットの S ということで、480威力、一番強いパスカット技来てます。そして切り込みスライディングの S450 威力。まあ、こちらも一番強いタックル技になってますね。で、ライジングアローシュートの S485 威力がついてます。まあ、守備技ですね。ほんと特徴としては守備技の最大技っていうのがついているというところ。特技はペナルティエリアマスターの S ペナルティエリア内でパラメータープラス 20%。チムスキ超団結、力海外&5人以上の 25%。絆、力属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 5%。パラメータアップ、海外選手のパラメータプラス 1%、封印無効化2つまで、ホットライン、括弧 OMF、DMF、OMF と DMF からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータプラス 5%、そして根性というとこですかね。まあ、パラメータアップ含めて上下6ということなので、まあ、封印無効化とかはかなりいいと思うんですけど、絆が、まあ、6っていうところで、まあ、少し物足りないっていう方もいるかもしれないですね。4突で見ていきましょう。フェンス 10%、チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナが1569ということで、まあ、非常に高いですね。ブロックが4突で見ていきましょう。結構組み合わせ多かったので、技威力合算したところから見ていくんですけども、まあ、全て最大技つけた前提で見ていきます。まず何も乗らない場合ですね、ホットラインもないし、ペナルティエリア外というところなんですけど、ドリブル520威力つけてあげれば278,000、そしてパスに関しても490威力つけてあげれば245,000ですね。タックルが240,000、パスカットが225,000という形です。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブルは330,000なので、読み勝てば抜けそうですね。パスに関しては296,000、300,000を切っているということで、まあ、パスカットとかタックルして300,000出せるキャラクターには取られちゃうという感じですね。タックルが297,000、パスカットは272,000なので、まあ、こちらも、フェスコレのキャラにはご了承されてしまうという数値になってます。ホットレーン 5% 乗ってきた場合で、ドリブルが288,000、そしてパスは254,000ですね。タックルは251,000、パスカットは233,000。こちらも読み勝ちの補正ありで見ていくと、まあ、ドリブルは読み勝てば抜けそうですね。340,000。パスも読み勝てば抜けそうなぐらいのラインまでは来てますね。305,000。タックルは307,000、パスカット281,000なので、まあ、タックル、パスカットともにですね、まあ、やはりフェスコレのキャラクターにはゴリっていかれちゃうかなと思われます。ペナルティエリア内 20% 入ってくると、ドリブルが316,000なので、まあ、これに関しては、ご了承できる可能性も出てくるぐらいのところですね。そしてパスが278,000、で、タックルが275,000、パスカットが255,000ということなので、まあ、ドリブル、パスに関しては読み勝てば十分抜けるかなと思います。タックル、パスカットですけども、タックルは337,000まで行くので、読み勝てば取れそうですね。で、ただパスカットは308,000ということで、32,000を切っているので、まあ、ちょっと厳しいかなと思われます。ホットラインプラスペナルティエリアない全て乗った場合ですね、こちらでドリブルが325,000、パスは286,000、タックルが283,000、パスカットは263,000ですね。ドリブル、パスに関しては読み勝てば十分抜けるかなと思います。タックルも大丈夫そうですね。346,000出てるので、まあ、ナトゥレーザーの2回目とかだったとしても取れる可能性があるぐらいになってます。パスカットに関しては318,000なので、まあ、やはりフェスコレにはちょっと届かないといったところになってます。で、気になるシュートなんですけども、ホットラインプラスペナルティエリア内で最大値ついた場合で、362,000ですね。地上シュートが一番高くて362,000。362,000っていう風になってきて、フォワードの選手になってくると、若林が抜けないですね。で、今回ライスさんの選手なので、ヘルナンデスがちょっと届かないといったところになりますね。であとは若島津にもちょっと足りてないと。で、カリューサスも抜けないといった感じの選手になってくるかなと思います。他のサンタナと比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。ホットラインペナルティエリア内両方乗ってくると325,000で一番高くなってます。
ペナルティエリア内のみというところでも31万6000なので、まあ、フェスのドリブル値っていうのは超えていますよといったところですかね。シュート見ていきましょう。シュートはフェスが一番高くて37万8000、まあ、ペナルティエリアマスターというかペナルティエリアシューターもあるので、まあ、非常に使いやすいですね。今回のキャラは36万2000が最大値になってます。パス値見ていきましょう。パス、これ単体パスですね。コンビネーション強化乗ってないパスなんですけど、それでもフェスの方が高いですね。30万3000。今回のキャラに関してはペナルティエリア内に入ってホットラインまでついてても28万6000といったようなところになってます。気になる守備ですね。今回のタックルとパスカットを他キャラにも移植したっていう感じなんですけども、まずタックル値に関しましては、ホットラインプラスそしてペナルティエリア内両方乗った場合の今回のサンターナですね、こちらが28万3000で一番高くなってます。フェスのサンターナに移植してどうかというところで言うと24万8000という数値ですね。なのでやはりタックルはちょっと厳しめといったところがあるみたいですね。でパスカットなんですけども、480力移植していくと、これはフェスの方が上回ってきますね。27万8000なんで結構現実的に、まあ、封印はされちゃうんですけど、結構現実的にパスカットでカットできるようなキャラクターになってくるかもしれないですね。翼くんのパスカット値と同じぐらいといったところです。あとは箱のサンターナとかですかね、こちらに移植してあげると26万5000とか、そんな数値も出てくることになりますね。今回のサンターナでいうとホットラインとペナルティエリア内両方乗ってくると26万3000、何も乗らないところっていうところでいうと、今回のサンターナは24万3000で、パスカットの方が低いんですよね。22万5000で、例えばフェスとかで言えば24万8000なので、何も乗ってない状態で比べるとフェスの方が守備が優秀になりますよといったところになってます。それではペペくんですね、見ていきましょう。技属性のフォワード OMF の選手になってます。ランニングポップシュートの S480 威力、地上シュートですね。そしてブラジルホットラインの S475 威力、高速スラロームの S455 威力がついてます。そんな目新しい技はないのかなといったところですね。諦めない心の A ですね。自分が得点するまでゴールキーパーとのマッチアップで必殺技での得点に失敗するたびにシュートプラス 10% 括弧最大2回まで、ということでペペクに関しては最大 20% シュート上がりますよというところになります。チーム付き超団結技海外&5人以上の 25%、絆技属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 5% ということで、この 5% のみという感じですね。必殺技威力アップ、浮き玉以外のシュート必殺技威力プラス 10%、地上シュートのみというところですかね。リカバー 80%、自動パスカット強化 80%、この組み合わせは強いですね。そしてスタミナ消費量減少マイナス 20% になってます。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チーム付き75バフ50で見ていきます。スタミナ1476ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていくんですけども、まず何も乗らない場合、ちなみに諦めない心しかないのでシュート威力しか上がらないですね。で他のドリブルとかパスに関してはもういつでも同じ数字というキャラになってます。まずドリブルなんですけども、26万5000でパスが24万2000で、タックルが22万3000、パスカットが24万1000と、読み勝ち補正アリューを入れてみていくと、ドリブルが32万4000、ドリブル側で読み勝つ分には抜けそうですね。ただパスまたはワンツーっていうところだと29万4000なので、相手がタックルして30万出してくるような時はちょっと取られちゃうといったところになります。さらにタックルが27万5000で、パスカットが29万6000なので、これもフェスコレのキャラクターにご了承されてしまうといったところですね。さらに封印のガードもなかったですので、松山とかミカエル、この辺も結構厳しくなってくるのかなと思われます。で気になるシュートなんですけども、まず何も乗らない場合は32万8000なので、最近のキーパーには全然届かないといった数字になってます。そして諦めない心、1回乗ってきて34万4000、これも決して最近だと高い数値ではないですね。そして諦めない心、2回乗ってきた時に35万9000ということで、今回出たサンターナと同じぐらいのところまで来てます。
まあ、ただこの数値だと、まあ、ヘルナンデス、そして若林にも届かない数字ですね。まあ、若林が力属性なんで、OMF で使ったとしてもちょっと属性振り分で届かないといった感じになります。であとは島津にも届いてないので、まあ、フォワードで使った場合、下流札は厳しいといったぐらいの数字ですかね。シューターとキーパーの比較に関しては最後、サンタナとペペ合わせてやっていこうかなと思います。歴代のペペ君と比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。ブロックキラー全力全開ホットライン、まあ、全部乗った時のペペ君が349,000、まあ、この辺はかなり特定の条件なので、ブロックキラー除いたところで見ていくとこちらですね、代表の前に出たペペ君が299,000ですね。ホットラインと全力全開、まあ、こちらを含めて299,000で一番高いですね。今回のペペ君に関しては265,000、まあ言っても2番目には高いと。でただまあ OMF、DMF キラー乗った時の、自動パスカット弱体化するペペに関しても261,000なので、まあ、そんなに大きく変わらないといった感じになってます。シュート見ていくんですけども、ブロックキラーホットライン、まあ、そして全力全開全部ついた時の、代表ペペは440,000なので、前のやつの方が、ブロックしても止まんないぐらいの感じにはなってますね。キーパーに届く値ってところで言うとこちらなんですけど、379,000なので、まあ、乗れば強いといった感じですね、この辺に関しては。で今回のペペ君は2番目に強くて、諦めない心が最大乗って359,000という形です。パス見ていきましょう。ブロックキラー除いたところで見ていくと、ホットラインと全力全開両方乗ったところで312,000ですね。で今回のペペに関しては242,000ということで、前のファインパスのペペとですね、クラブの OMF、DMF キラー乗った時のペペが272,000なんで、まあ、それよりも低い数字といった形になってます。守備も見ていきましょう。全力全開ホットラインで253,000ですね。まあ、ブロックキラーは起きないので253,000というのが最大のところになってます。その次に OMF、DMF キラーのペペが237,000ですね。で今回のペペ君が223,000ということで、まあ、前のクラブとか代表のペペよりも、タックル値が下に来てます。最後パスカットですけども、前の代表のペペ君が最大値、全力全開が乗ってくれば253,000で一番高いですね。その次に OMF、DMF キラーのペペ君が243,000で、今回のペペが241,000といったところですね。まあ、全体を通して前の代表ペペが全力全開がつけば、全力全開とかホットラインがつけば、今回のペペ君よりも上という感じにはなってるんですけど、全力全開なし、ホットラインもなしっていうところだと、前の代表ペペ君が210,000台という感じなので、まあ、それであれば今回のペペの方が、まあ、いつでもこの数字ということはありますから、まあ、若干上に来ているといったところですかね。シューターとキーパーのランキング見ていきます。まずサンターナから見ていくんですけども、ホットライン、そしてペナルティーエリア内、まあ、両方乗った場合のゼロ距離で打つと362,000ですね。まあ、これは直近来たですね、まあ、ゲルト・カイザーであったりとか、まあ、ピエール、そしてまあヒューガ君、まあ、この辺に近い数字といったところになってます。まあ、なので OMF とかで使うことができれば、若林とかをねワンチャン抜くことができる数値にはなっているといったところです。まあ、ただ今回フォワード限定ということなので、若林に届かない数字ですね。若林は390,000ぐらい出してきます。ね、今回ライサンの選手ということで、ヘルナンデス、400,000近い数字出してくるんですけども、キーパーの属性に技っていうのを入れていくと379,000まで上がりますね。まあ、ただちょっと足りてないといったような感じになってます。でこの前来たガードの下流札に関しても、シュートキラーとフォワードキラー両方乗ってきて388,000なので、これに関しても今回のサンタナ力属性っていうのもあって、抜くのかなり厳しいかなと思われます。続いてペペ君なんですけども、最大値で359,000という数字ですね。まあ諦めないここの2回乗せるまでっていうのが結構大変かなと思うんですけども、仮に OMF で使ってあげたとすれば、一応シュートキラーのみの下流札っていうのが345,000っていう数値なので、まあ、ペペ君を OMF で使ってあげてですね、ペペ君の諦めない心1回乗った時っていうのが344,000なんですけども、まあ、それでも下流札は抜くことができそうだなと思います。キーパーの属性に即って入れてあげると、360,000ですね。ペペ君の諦めない心1回で360,000出せるので、シュート2本目っていうところから下流札に対しては一応優勢が取れるといった選手にはなってます。ただ今回のペペに関しても、OMF で使ったとしてもですね、若林を抜くのは厳しいっていうところと、
ヘルナンデスは抜けないっていうことになってきて、で島津の値にも届いてないので、まあ、抜けるとしたら、OMF で使って下流さすといったところの選手かなと思います。それでは最後ですけどもレオ君見ていきましょう。即属性のフォワード OMF の選手になってます。スキップドリブルの S455 威力、サンタナターンパスの S455 威力、コンフロントシュートの S440 威力がついてます。まあ、ドリブルパスに関しては最大技ついてるので、まあ、これはいいんですけども、ワンツーだったりタックルパスカット、まあ、この辺を持ってくる必要がある感じになります。特技はバイタルエリアマスターの S 自陣敵陣のバイタルエリア内でパラメータープラス 20%、 チムスキー超団結即海外&5人以上の 25%、 絆即属性の海外選手が2人以上いると全員のパラメータープラス 2%、 即属性の海外選手が2人以上いると相手チームのパラメータマイナス 5% ということで上下7ですね。ホットライン付与レオ、味方のフォワード OMF はレオからのパスを受け取ると次のコマンド選択時にパラメータープラス 5%、 封印無効化1つまで、そして自動パスカット強化 70% という感じになってますね。まあ、そんなに悪くはないかなと思います。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チーム付き75、バフ50で見ていきます。スタミナが1450ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますけども、まず何も乗らない場合ですね、バイタル以外といったところです。ドリブルが293,000、パスが255,000、ワンツー使えば267,000ですね。タックルが236,000、パスカットが258,000。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブルは大丈夫ですね。ドリブルパス、読み勝てば抜けるかなといった数字になってます。タックルに関しては292,000で、パスカットは315,000なので、まあ、こちらはご利用しで通されちゃうといった数字ですね。バイタル 20% 乗ってきた場合ですけども、ドリブルが332,000、まあ、これかなり高いですね。でパスが290,000、でワンツーが300,000、でタックルが268,000、パスカットが292,000ですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブルは十分読み勝ったら抜けますね。でパスも十分読み勝ったら抜ける数字になってます。タックルが331,000、パスカットも358,000ということで、まあ、こちらも読み勝ったら取れそうな数字が出ております。特にバイタルエリアにいるときにドリブルが332,000なので、まあ、これは翼くんのドリブル値より高かったりしますから、まあ、結構ゴリっていける可能性はあるかなと思います。バイタルにいればタックルパスカットの数値もあのミカエルとか、まあ、その辺と遜色ないレベルになってますので、まあ、バイタルにいるときは守備もしっかりできそうなキャラクターという感じですね。他のレオくんと比較してみましょう。まずドリブル見ていきますけども、バイタルいて330,000、何ものなくて293,000で、前の代表のレオくんが281,000ということで、まあ、一番高くなってますね。パス値見ていきましょう。パスに関してバイタルにいれば290,000で、読み勝ちのレオくんが288,000で、前のレオくんが288,000ということで、まあ、これでも一番高いですね。で何も乗らないと255,000ということで、バイタル外されちゃうと、あの前の代表レオくんよりは下ですよという感じになってます。タックルパスカット見ていきましょう。タックルに関しては読み勝ち 25% が乗った時のレオくんが一番高いですね。310,000、何も乗らなくても268,000なんで、まあ、このやっぱり J リーグの守備力は高いですね。そしてバイタルいれば268,000ということで、あの J リーグレオくんと同じぐらいまでは来てます。前の代表レオくんは249,000で、今回のレオくん何も乗らないと236,000で、その前の代表レオよりも下という感じになります。パスカット見ていきましょう。こちらも J リーグが一番高くて342,000、何も乗らなくても293,000ですね。でバイタルいれば今回のレオくんが292,000、前の代表が264,000で、今回のが何も乗らなくて258,000といったような関係になってます。ドリブルに関しては一番強いっていう形にはなってましたが、まあ、バイタルにいればあの代表は超えるけど、いないと下がってしまうといったような関係値になってましたね。で守備に関してはまあ相変わらず J リーグが強いといったような形になってます。はい、ということで今回ブラジル代表見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、サンターナの守備技っていうところが、まあ、一番強いのは来てますというのが一番でかいところなのかなといったような印象ですかね。まあ、絆的な性能を見ると、まあ、ちょっと今だと入れづらい、絆の数値なのかなといったような印象ですね。まあ、ペペ君に関しては、まあ、言ったら前のペペ君の方がなんか使いどころもありそうだしみたいなところも少し感じましたので、まあ、このタイミングの代表にしてはあの、まあ、ちょっとマーガス・シェスターの印象が強すぎてですね、まあ、かなりあの下がっ
ったような形で見えるといったようなのが僕の感覚ですかね。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。